あ、卒業式、背番号10の森俊樹です。はい。はい、よろしく22お番願いい小野たし寺ま健也す。です。はい、よろしくおすみ願ません、いい夢た中にしなってまました。す。せっかくこうサイン書いていただいたんで、なんかサインの空いてる隙間でもいいんですけども、そこになんか今回の、なんでしょうね、今回限定でってわけじゃないですけど、なんか絵とか描いてもらっていいですか？すごい無茶いいですぶり。か？二人とも知ってるやつがいいですよね。あ、餃な子、るほど。餃子、餃子は？餃子。あ、来た！来た！餃子！餃子来た！餃子。来た来た。これ、まずは小野寺選手の餃子見ていきましょう。これ3つ、これ、はい。小ぶりな感じのやつですね。そうですね。ちょっと餃子でけえな、俺。じゃあ、俺餃子でかいか。対でかすぎだするろ、森選手。これもう餃子、お前。はい。なんかお椀に乗ってる感じでにも見えるん餃子ですじゃけど、ないでこれすは。か。丼っすね、これ。ちょっとまあ、さあ見せちゃいましたね。本当はこんな感じなんで、僕。うまいんですよ。はい。これ、うまいんですか？チャーハンとか出る。お互いの私服見てみてどうですか？とかし、じゃねえか。まあ、もうしっかり長ズボン健也履いてるんで、長袖と長ズボンなんで、季節感あっていいなと思います。今の寒くなってきたと。なるほど、ちょっとね、肌寒くなってき森たくんし。は今、サンダルを履いてるんで、ちょっとそこが、足元はちょっと寒そうな感じするんで、風邪ひかないようにしてほしいですね。サンダル。もうお互い色合いとかじゃなくて、そういう部分そうです、をちょっと。見ちゃうっていうね。仲良すぎてね。はい。栃木市、丸×ウルトラクイズ！イェーイ！小野寺選手の朝食は毎日生卵かけご飯を食べている。さあ、それでは行きましょう。正解はこちら。丸です。小野マ寺ジか選しいな。難手。しいな、それは。これはマジですか？マジですよね、そうもですちろんね。ね。マジはい。あ、です。もうこれ、もうなんかそういうこだわりとかあるんですか？この卵はこれだみたいなこだわりとかあるんですか？全然そこのこだわりはないっすね。ない。あ、じゃあもう本当に白米に生卵かけご飯のみをかけてずっあ、といや、食べるみのたいみではないっすけど、な。あ、のみではない。うん。納豆とか、はい。その他諸々はたまに食べたりするっすけど、メはいインはいはいはい。としてはもう、そうっすね。なるほほぼど。ほぼそうっす。基本的に生卵かけご飯が入ってるところにいろいろ付け足すみたいな感じもあるってことですね。そうです。はい。はい。森選手、これどうですか？これ。生卵かけご飯い毎朝や、食べるっどうでもて。いいです。はい。さあ、ということでございまして、この5名の方にはですね、今回もプレゼント、丸×クイズ王冠プレゼント。せーの。キープキープムービングンフォフォワワード。ード。はい。ということで、森選手、小野田選手、ありがとうございました。そして、お集まりいただいたサポーターの皆様、ありがとうございました。次回9月9日にまたお会いしましょう。